はい、こんにちは、まつげです。今日はテニラビの実況プレイしていくんですけど、今日いつものストーリーじゃなくて今回ちょっとガチャイベをやっていこうかと思います。でね、今3周年のイベントで、ライズアップかな、ライズアップガチャっていうので、パート1の方が SSR が跡部圭吾、雪村誠一、 SR で甲斐裕次郎くんが、まあ、出るっていうね、出現率が上がっているっていうガチャが、なんと、10連ガチャが初回無料という出血大サービスのイベントを今やってるので、これともう一個ね、パート2の方もあるんですよ。でこっちはね、なんと、推しキャラの SSR 白石蔵之介、そして仁王正春で、 SR が橘さんっていうね、まあなんとも引きたいね、これ両方とも。でこっちの方もね、初回が無料で10連引けちゃうので、で今回ね、これ2つ引いていきたいと思います。でちなみになんですけど、今プレミアムガチャっていうのもね、なんとこれ10連が無料で引けちゃうんですよ。で期間が確か決まってたはずなんですけど、その期間内だったら10回分は無料で引けるので、まあ実質100連かな、100連が無料で引けちゃうっていうので、いやー、運営さんマジで神すぎるんで、ほんとこれテニラビね、面白いゲームなんで、ぜひこれを機会に始めてほしいですね。ほんともう今はこの右上に石見えると思うんですけど、レインボーの石もね、普通に無課金でも全然こんだけ貯まるしさ、こうやって無料でめっちゃね、ガチャも引かせてもらえるから、すごいね、良心的なゲームだと思いますよ。テニプリ好きな人はぜひやってほしいです。はい、まあ、プレミアムガチャまたね、今度まとめて、100連引いたやつをあげようと思うんですけど、今回はもうライズアップの方、ライズアップで合ってんだよね英語にはあまり自信がないのであれですが、まあ、3周年ガチャのね、パート1パート2引いていこうと思います。じゃあまず、パート1の方から引いていきたいと思います。うん、ビートストーンは使用せずに10回引くことができるので、さあ見ていきましょう。これね、カルピン右下のダウンローディングのところがさ、カルピン出るんですけど、あれも今特別仕様になってるっていうね。よし、行け、頼む、どっきた。これ今のピカーンってなったの、確定、あれあれあれ、確定じゃないんだっけ、あ、確定じゃないんだっけ。SSR は来ないかも。まあ、シルバーなんで、多分 SR かな ?SR 以上は確定なんでね。はい、大鳥ちゃん、翔太郎くん、はい、あつきょうさん、奥川様、乾さん、あれ、あ、来ましたね、シルバー。さあ、なんだ。あ、SR のイブくん、これは持ってますね、2枚目です。さあ、残念ながら、まあ、SSR は引けませんでしたが、SR1 枚ですね。さあ、まあ、まあまあ、無料なんでね。で、別になんか、無料だから出にくいっていうわけでもないみたいなんで、まあ、こっちにかけましょうよ。何も出ないっていうのも、まあ、そりゃあり得るわ。でも、ほんとね、SSR の当たる確率全然、他の、どうなんだろうな、他のゲームやってないからあれだけど、全然当たるからさ、無料で。来ましたね、光りました。金来い、金が来んはい、シルバー来ました。はい、SR の龍馬ですね。え、これ持ってたっけ？持ってない気がする。あ、待って、金来た！クラ様？おい、関係ない金のやつ来たじゃん。めっちゃもう笑っちゃう。ちょっと待って。そう、これイベントに関係ない SSR も一応来る仕様になってるんで。小春ちゃんの SSR 弾けた。嬉しい、普通に。ありがとうございます。シルバーなんで SR 以上。あれ？違うんか。
あ、缶はいつもシルバーなんだっけ。あ、缶はごめんなさい、いつもシルバーだ。通常ですね。2枚だけかな。あー、レンジかっこいい。 R のカードですよ。かっこいいってなんだよ。これは、あ、シルバー来ました。 SR 以上。お、カイくんだ。カイくんの SR。 通常のやつですね。残念ながら、いや、いつも楽しく遊ばせていただいてます。SR2 枚ですね。龍馬と、あ、やっぱこれ持ってるやつだ。テーブルテニスの王子様と、で、カイくんはまだ持ってないやつだね。うん。クワッチーサビラ。なんじゃこのタイトル。クワッチーサビラ。これもまた時期に読んでいきたいと思います。で、小春ちゃんの、あと SSR ね。ナイスショット。本時期小春、SSR です。これもまた今度、あれですね、ストーリー読んでいきたいですね。いや、残念ながら、ちょっと、この、なんだっけ、新しいシーンカードか。シーンカードちょっと出なかったんですけど、まあ他の SSR も全然引けちゃうっていうお得な、まあガチャなんで、ぜひね、引いてほしい。っていうか、違う、私こっちのね、てか、あの、白石蔵之介がめちゃくちゃ好きなんですよ、私。だから白石蔵之介普通に引きたいんで、ちょっと普通に2500使ってもう一回引いていいですかね。どうしても引きたいやつ。どうしても引きたいオタク。ちょっと一回だけ10連引かせてくださいよ。自分のストーン使って。いきますよ。クラ様来い。クラ様。クラ様。お願いします。来ない。来ない。でもクラ様欲しいな。ちょ、もう一回引こっかな。金が出るまで引こうかな。石で貯めるのそんなに苦じゃないんだよね、このゲーム。さあ、 SR 以上。あ、手塚だ。手塚さんの SR、 あざす。あ、え、シルバーもう一個あったんだっけ。あ、平等院さんですね。平等院さんの SR 来ました。SR2 枚ですね。手塚と平等院さん。釣り日和。うん、まあ、なんとなくカードで釣りしてんのかなとは思ったけど。選抜試合前日。ほう。めっちゃ気になるな、このカード。このカードのストーリー気になるな。ちょ、もう一回引いていい？白石が出るまで引くやつじゃん。なんかどっちかが出れば満足なんだけど。へっ。マジ金出ないね。今回ガチャ運かなり悪い。こんなに引けないことってあんまりないんですよ、でも。普段。さあ、SR 以上。お、SR の立花さん来ました。いいね。どうだっけ？缶が金だったら SSR 持ってるんですよね。あ、かわいい。銀だとやっぱあれなのかな？ SR なのかな？SR カードがどんどん増えていく。あ、これは持ってます。2枚目ですね。いやー、残念。聞けなかった。立花さんで大切な存在、SR。で、菊丸くんの SR カード。ご褒美は課題の後で。あ、勉強してんのかな、これは。なんだおい、なんだこれ、落書きしてんじゃねえか。これはね、持ってます。もうレベルも上げたかな。
アレベルはもうちょっとか。あ、これ2枚目手に入れたからかな。うん、もう覚醒もさせてあるしね。また今度ストーリー読んでいきたいと思います。まあちょっと、いやー、ここまでかな、とりあえずは。あ、でもプレミアムガチャがな、いやマジで、ちょー、蔵之介引きたいんだけど、とことんやるとこまでやるか。歯止めが効かなくなってるやつですね。最初のあんまり引くつもりもなかったけど、でもやっぱここまで引きたいよね。金、え、来ない。実はあれか、今までめちゃくちゃ運が良かっただけなのでは。さあどんどん行きましょう。ダビーで、インさん、よし、止まる、カイ君、過去2回目、2枚目、まあ、引くんですけど、いけ、頼む、金来い。金ゴールド、あー来ない。まあでもまだ缶が金色だったらワンチャン。ブラウザー、はい、大石さん、お、 SR のブラウザー来ました。これ初めてだね。クババさん、よし、神尾くん、さあこれは、お、 SR の立花さんで、さっきのやつとはちょっと違うやつだね。いやー、これは金の缶ないな。あ、カオルちゃん、これもね2枚目ですね。さあ今回も SR3 枚か。コミュニケーション、クラウザーですね。で、こっちの立花さんは、ん？サードアニバーサリー？あ、待って、これ、あれか、イベントのやつだ。今回のイベントの立花さんが引けましたね。なるほど、ありがとうございます。よかった、イベントのカードは引けたわ。で、カールちゃんの分はね、これは持ってるやつです。またちょっと石貯めて引きましょう。まあちょっと残念ながら、無償、まあこっちのパート1はね、無償1回引いて、まあちょっと、まあどれも出てない。で、まあパート2も、まあ何回か引いたけど、手に入ったのは、立花さんだけど。ただね、無料分で全然 SSR 引けてる人もいるので、運が良かったら全然引けるから、いいと思いますよ。で、あとはね、このプレミアムガチャを、ね、10回、1日1回10連無料なんで、これもね、まとめた動画も上げていきたいと思います。はい、まあちょっと結果としては出なかったからあれだけど、うん、すごくね、始めるには今がいいんじゃないかなと思うよ、私は。ほんと運が良かったら普通に出るから、普通に2枚出たりするんじゃない、かなり運が良ければね。はい、というわけでここまでのご視聴ありがとうございました。また次回も見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。